お元気ですか？谷村新司です。一日ずつ日の長さがどんどん長くなってきた。そんなこと感じていませんか？夕暮れが遅くなるだけ、気分も明るく心も元気になっていく。そんな気がします。さあ、今日も元気に明るくラジテレ一緒に始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマはあんこです。あんこですよ。はい。あんこ、そうそうそう。甘いあんこです。スイーツの好みにも、まあ、いろいろあると思いますけども、洋菓子とか生クリーム系も捨てがたいんですけどもね。どっちが食べたいと今聞かれたら、やっぱり今は和の甘さが、心地よくなってきました。まあ、年齢的なものなのかもわかりませんけどね。毎日のね、散歩の途中に、3軒ぐらいかな、和菓子屋さんがあるんですよ。それで、ま、花屋さんと決まって覗くのは、その和菓子屋さん。そこのショーケース必ず覗くんですけども、これも大きな一つの楽しみで、その花屋さんと同じように、そこにはなんと季節があるんです。和菓子屋さんのショーケースには、春が来たら春のお菓子、夏は夏のお菓子、それぞれの季節のお菓子がちゃんと並んでくれるんですよね。だから、季節を、都会の中で感じるには、やっぱりこの和菓子屋さんが一番じゃないかなと改めて思ったりしてます。ちょうどこの季節っていうと、桜餅かな？桜餅とか道明寺、このピンク色に緑の葉っぱっていう、この辺の和菓子の季節なんじゃないかなと思いますね。この桜餅もね、塩漬けにされた、桜の葉っぱのこう香りと味、このちょっとしょっぱい味、塩っぽい味が甘いあんことめっちゃ合うんですよね。